ちは野球部長丸本です。今回愛知から強敵がやってきたということで、 KB スポーツ店長古海出てこいや、こいやこいやこいや。はい、どうも KB スポーツ店長です。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけで今回愛知からですね、古海くんが来てくれました。ありがとうございます。ちょっとさ、走れ追いちゃって見てない、ちょっと。いやいや、見てない。ほら、走れ追いちゃってるんですよ、これ。実際見たら全然見てない。ガタイガイ走れ追いちゃってる。古海くんは2018年の、まあ、新日本スポーツ連盟っていうところの全国大会で、はい、優勝ピッチャーということで、はい、彼ね、バッティングもすごいんですけども、今回ね、走れ追いチャンネル、そしてゴリスポ、この2人が残念ながら6打席連続三振ということで打ち取られたということで、向こうさん、ぜひ敵討ちお願いしますということで、今回この対決が実現しました。古海くん、球種は何があるんですか？いや、言うんですか？先生どうぞ、先生どうぞ。ストレートですね、はい、まあ、ライズ、はい、ドロップ、チェンジアップですね。チェンジアップ、この4種類ですね、はい。まあ、プロ野球選手で言えば、まあ、ダルビッシュぐらいの球種が多いので、今回ね、僕がですね、もともと小学校の時ソフトボール出身だったんで、おー、6年までやべえな、福岡の方で4番打ってました。福岡強いですからね。で、今日はね、いつも通り一本足の方でいきたいと思います。今度ね、こすいことしませんから。俺が3三振受けたら、まあ、向こうずに仲間入りということですで、俺がもし3打数1安打ああ、そうですね、はい、以上打ったら、KB スポーツの一番高価なものを僕にくれということで、意味が分かるんです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？それで、あ、了解です、分かりました。じゃあ KB スポーツのものを何か僕に送ってくれるということで、了解です、分かりました。それでいきましょう。それでは動画をご覧ください。よろしく。うわー、やべえ、今ので110で出てる。110、マジで。110ちょっとトスいいです。はいっすね。おーい、愛知からはるばる来たんですけども、僕に打たれて帰ってもらいましょう。さあ、ついに来たな、この時が。おいやめー、最後、はいはいはい、どう、ストライク、ストライク、嘘。ストライクゾーン広くない？いや、1個広くない？ソフトボール1個広くない？私、ここに並んで右行ったよ。うん、ただね、ゴリスポと多いの叩き打ちです。あー、ちょっと待って、全然届いてない。スライダー、もうかすってないですか、最高。わー、一打席目ちょっと三振を免れよう。ツーストライクワンボール。久しぶりこの力だろ。おお、見切った見切った。ただオープニングとやってることが違う。そうだね、一度的には。ああ、何今の？スライダー。マジ？ああ、よし、ワンアウト。オッケー、ワンアウトね。なんかね、さっきダサい格好でね、三振しちゃったから、やっぱりいつも通りの一本足でいきます。全然ボールですね。うわ、マジか。いや、ね、今ね、表情が緩んじゃったよ、わかる？力の向かいが抜けなきゃみたいな。チェンジアップ来ると思ったんだけど、予想以上にちょっと緩急差がありすぎましたね。やばいっすね。ちょっとね、これで何？ 8 連続三振。いや、終われるわけないだろう。ちょっとプライド捨てて、手置かれた方でいきたいと思います。向こうに入団したら黙って。よーし、いいよ、これだ。
ストライク。今ライズ。ライズ。ライズです。マジか。絶対打ってやる。最後真ん中から外に滑るスライダーでしたね。やっぱり消えたもん目から向こうさん大したことなかったですね。いやちょっとね、2019年滝行に行ってね、球が止まって見えるはずだったんですけど、やっぱね軟式とちょっと違うね。あ、違いますね。もう本当ね15年ぶりぐらいにソフトボールやったんですけど、いやでも正直ドロップちょっと危ないなと思いましたよ。やっぱり、はい、軌道ちょっと入ってたよ。いや入ってました、入ってました。だからもうちょっとやね。であと体開きすぎてたから分かる。だから俺ちょっとあのコカイが もっとねこう剛速球投げてくると思って意外にこう変化球を織り交ぜてくる技巧派だということに気づいたんで、まあでもね全力で、倒されたんで気持ちいいっす。 T 置かれた方、こんな当てりに行く打法しょぼいっすね。それじゃダメなんですよ。自分のバッティングスタイルを崩した時点で俺の負けでした。はい、というわけで、コカイ君には、向こうズ特待生チケットをあげます。ありがとうございます。で愛知から来た際はぜひ野球 YouTuber ハウスに泊まらせるという。そしてご飯とお風呂をプレゼントするという。そういう特待生扱いをしたいと思いますので。はい、はい、というわけで今回、対決して、9連続三振取られました、小海君の、ね、URL、はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日の動画以上になります。チャンネル登録、Twitter の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バオ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 今回そんなんでいいんかい。2019年1月プレゼント企画バオ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 、今回はこちらです。アシックスのジュニア用オールラウンド用グローブです。応募方法はいつも通り、野球YouTuber向こうベイちゃんのチャンネル登録、そして熱いコメント、当選方法は公平にダーツの旅方式で決めたいと思います。応募どしどしお待ちしております。